読売新聞抱える問題は国によって大陸によって違うなっていうのが感じる、うん、けどだけど共通しているのはどこにでもサッカーはあるね、はい、すごいねサッカーの力はもうキリンがいようがカバがいようがゾウも見ましたそこにやっぱボールあるんですよいろんな世界からヨーロッパの人たちも来るのみんなサッカー好きなんですよ サッカー元日本代表の牧野智樹です。読売新聞記者の川島健二です。この番組はサッカーを愛する二人がゲストを招いて、普段は聞けないサッカーの世界の裏側をお届けするポッドキャスト番組です。今回はサッカー元日本代表で、日本障害者サッカー連盟会長の北澤剛さんと。サッカーの伝道師としての D. I. の取り組みをテーマにお話ししていきます。ビッチサイド、日本サッカーここだけの話。 サポーテッドバイみずほフィナンシャルグループさて今回のゲストをご紹介しますサッカー元日本代表で日本障害者サッカー連盟会長の北澤剛さんですよろしくお願とはですねこのポッドキャストのエピソード567でですねお話ししていますのでこちらもぜひお聞きください 北沢さんゲスト会最後となる今回のテーマはサッカーののの伝道師としてのの取り組みです早速お話を伺っていきましょうはい、えー、今、D「D&I」「ダイバーシティとインクルージョン」ですね、はい、私今手元に一冊の本持ってるんですけども「はい、北沢剛のサッカーボールがつなぐ世界の旅」という、うん、平目ゆずるさんという方が書かれた最近出た本ですけれども、はい、えその本読みますと引退直後の引退まで前ですかね、うん、2001年ですか えー、日本サッカー協会の依頼でサッカーボールを持ってカンボジアを訪問されていると、うん、いうことなんですけどもこれはどういう経緯でというなんでその現役の北田さんにという話だったんでしょうか、うんまあ、大会でいろんな国に行った時にも、はい、なんでしょうホテルとピッチスタジアムしかこう行かない部分はあるけども、うん、まあ見てる部分でいうとサッカー強くても途上国がやっぱり多いなあっていうのがあってそういった中で。 まあだけど、トルコだってもやっぱ強いのはなんでかなとか、うんうん、まあいろんななんでかながやっぱりずっとあったので、はい、やっぱ行ってみたいなとか探ってみたいなっていう気持ちは強くあったということと、うん、あとは2002年日韓共催ワールドカップをアジア初で開催していく中での、うんはい、まあレガシーですよね。うん、じゃあアジアに向けて日本は何ができてるのかっていうところで普及活動だったりとか、うんはい、まあそこにアカデミーを 作ってみるとか、うん、そういったことをこう提案しにいって、まあ、サッカーでその国を作っていくことができないだろうかっていうことをちょっとやってみたいっていうことで活動していくってことに繋がってるんですけどもね樋口<ー>、うん、これでも最初がカンボジアなのはなんでカンボジアなんですかカンボジアは、うん、まあ内乱で内戦で知識人大人たちがやっぱ殺されてしまって子供たちばっかりになってしまったんですよね、うん、ポルポット政権の大虐殺、ね、そうですね<ー>まだね 当時はちょっと前ぐらいの話だったんで,、はい、で実際カンボジアに行ったら、はい、うん子供ばっかりですよ。うん、大人見ることも少ないし、はい けどその内,内戦のやっぱ傷跡っていうものが残ってて、うん、まあ笑顔がない状況でこの国は今の時代こんな国があるのかって思うぐらいだったんですよね。<う>まあそれがアジアでこういったことがまだあるっていう時代を、うん、まあサッカーとして何かこう解決できないか、うん、協力できないかっていう思いは、うん、まあ強くなってって、うん、で学校建築していく中で、うん、じゃあ子どもたちにこう道徳的な部分で サッカーをどうやっってて取り扱っていけるか、うん、それに必要なサッカーボールだったりとかグラウンドだったりとかをどう提供できるかっていうところから始まってたんですけど当時の2001年のカンボジアっていうのはサッカーーー人気はどうなんですかリリググ停停止止しししててまたよだからまだ国がやっぱり動かせてない状況だったんで,<ー>でその後に後に日本とカンボジアの試合をワールドカップ予選でしていくんだけどそのスタジアムは閉鎖中だったから。 人が集まるようなことをしないだからスタジアムは人が集まってしまうからそういったイベントことはできないっていうことに抑えられちゃってますボードが起きないっていうことでコントロールされてるのでそこでじゃあ教育としてスポーツとして国づくりのために何ができるかっていうところをカンボジアサッカー協会も働きかけたいっていうことですけどもねそれから2003年ですね。これはですね国際協力機構の 要請があってやはりサッカーボールを持って今度アフリカのザンビアに行かれたとうん、うん、この時はそのサッカー教室をやったのとそれからあの当時そのザンビアですごく蔓延していたエイズの検査をセットで行うようなことを始めたと、はい、その辺のまたお話をちょっと伺いたいんですけど、うん、まあ地域によって抱える問題っていうのは違っているので、はい、まあ特にアフリカは まあ命の問題っていうことが非常にこう大事なものであって、うん、でその教育をやっぱり受けてるやっぱレベルが日本とは違うので、うん、声をかけたところで来なかったりとかするんだよね、うん、だから自分の命を大事にしなさいって言ってもなんでって終わってしまう、うん、あそこはちゃんと知識を持ってもらうっていうことと、うん、けど人を集めなければいけないっていうのがあるので、うん、サッカーやろうぜって言うと集まるのけど HIV のエースの検診しましょうって言うと誰も来ないんだよね、はあ、怖いから来ない。うん だからそれを一緒にしてやっていきましょうっていうことで、ああサッカーの試合をやるからって集まったところで検査をするとすか？お互いをこうやっぱりリスペクトしなければいけないから、はい、お互いそういったものを持ってないか持ってるかっていうことを明らかにしながらサッカーをやっていくっていうことが大事なんじゃないですか？うんうん、で感染するとかっていうことも含めて、だから検診してからサッカーやりましょうみたいな形になってや、うん、っていくとみんな分かったみたいな感じでやっていくわけですよ<ー>それは理解があるんですか。理解があるの。<ー>サッカーやりたいから、<ー>それとサッカーやるために仲間を大事にしなければいけないから、はい、自分も大事にしなければいけない。 ないいっててうのをこうパッと理解していくんだよね、うん、だから学校の先生が生徒に伝える言い方では無理でサッカーからこうやって入っていくっそうサッカーだとみんな分かりやすく入っていくんだよね、はあ、だかサッカーを利用していく形だよね、はあはあ、それで検診をしていきながら自分の命を守りましょうっていうものにつなげていくっていう啓発活動をやっていくっていう、うん、これザンビアはサッカー人気はやっぱすごいんですか、うん、当時俺がザンビアに行きたかった理由は、はい、ワールドカップ予選で飛行機事故でザンビアの選手死んでしまったんだよね。 代表チームそう。で、ザンビは強かったんだけど、停滞してしまったの。はい。で、それからどうなってんだろうっていうのもあったので、それが少し回復してくるんだけど、その最中に生かしてもらったっていうのが、ザンビを選んだ理由でもあったそうなんですか。そう。だから子どもたちに向けて、やっぱ代表に行きたいとか、怖いものだけではなくて、やっぱサッカーで国を、こう、みんなが喜べるような国になればなっていうところで行ったんですけどね。行ってどうですかなんかやっぱ、イメージ変わりましたいや思った以上に、 厳しかったですか。平均年齢四十代だったんだよね。寿命が。うん、だからもう。ザンビアのですか。そうだよ。四十代だよ。うん、平均寿命が。え、普通に暮らしてたってこところですか。そう。それが二千三年ですか。そう。二千三年で平均寿命は四十だから。健康状態がいいわけじゃないわけよ。うん、だからそういった健康診断もないし。はいはい。 特にあの生ままれてきてきすぐ死んでしまううあのもう感染して死んでしまったりとかするわけエイズに感染して死んでしまう子どもが多かったりとか、うん、あとはやっぱり貧困で子ども産んでも育てられないから捨ててしまうとかっていうことがあったりとかするので平均寿命が低かったりとかするんだけど,、うんうん、どこれは改善していかなければいけないっていうのと、はい、正しい知識がやっぱ社会にこう伝わってないの。 なるほど、うん。そう。だからそうなっていく。どんどん悪化してしまう理由もあったわけだよね。はいはい。だからそれはサッカーを通してじゃあ正しい情報をどうやって提供できるかっていうことにサッカーが一番使えるんじゃないか。はい、人も集まるし理解も早いしっていうことで。うん、だから南アフリカのワールドカップの時に事前にも南アフリカに行ったりとかして南アフリカを知ろうっていうのがあったりとかするので。はいはい、ただ大会中にガーナに行くんですよ。はい、で、ガーナに行ってあそこ。 20%ぐらいのね、テレビ普及率っていうのがアジア、アフリカ全体で。だからワールドカップはアフリカでやってても、南アフリカでやっても、見れてない人たちがほとんどなわけ。あ、そうなんですかだからガーナでサッカー教室やりながら、サッカー教室をやったグランドに、大きなテレビをそこに立てて、夜みんなで、パブリックビューイングでみんなで観戦しましょうって、ガーナの試合を見ていくわけ。で、みんなでわーって応援して、サッカー選手への夢をみんなで持ってもらおうっていう企画をジャイカを通してやったわけ。ソニーさんも協力してもらいながら。 めちゃめちゃ集まるですよね。めちゃめちゃ集まるけ。<laughs> <laughs> <laughs> で、みんながーって喜んでいくわけじゃない。はい、で、サッカー選手になってもらうっていう目を、うんまあ、ワールドカップを自分たちの大陸でやってるっていうことを知ってもらうっていうこと。うん そしたらサッカー選手になりたいっていう子もいたけども、うん、こんな大きな画面を作れる人にエンジニアになりたいっていう夢を持つ子も増えたりとかし、うん、何かをやってみてやっぱ知らない世界が多すぎるから、うん、やっぱいろんなサッカーをを通しててきっっかけを起こすっていうこすとは大事だ、うん、なるほど、ね、だからサッカーだけじゃなくて、うん、その見え方とか見せ方でそっちでも行きたいとかってうな国づくりにもつながるし、うん、それが多分本来ワールドカップはアフリカでやった、うん。はい やっぱ理由でもある我々、ねねね、アジアで初めてやった理由は何なのかっていうことをやっぱ考えていかないといけないってことだよね。やっててちょうど日本がオランダとやってた期間は俺ガーナにいたっていうねあそうなんですよ日本の試合見ないでガーナに行ってガーナの応援してたみたいなさ。へ<ー>けどなんかアフリカをいろんなアフリカを知れたからやっぱ面白かったなっていうのは思うしだけど抱える問題は国によって大陸によって違うなっていうのが感じる。け、うん、けどだけどだ共通しているのは、はい どこにでもサッカーはあるね。あ<ー>すごいね、サッカーの力は。あの、僕ね、新婚旅行、アフリカ行ってるんですよ。すごいね。はい、なんで <laughs> <laughs> どこですか僕、ボツアナです。ボツワナ<や>南アフリカとボツアナ行きました。ボツアナ南アフリカはわかるけど、はい、ボツアナなんボツワナ。いや、あの、奥さんが、今しかできないことやろうって言って、旅したんですよ。 ファンキーな風だね。でもそでもそれも、いやもうファンキーすぎるんですけど、うん、でもそこの、もう、キリンがいようが、カバがいようが、ゾウもいました。そこに、やっぱ、ボールあるんですよ。ね、で、いろんな世界から、ヨーロッパの人たちも来るのがみんなサッカー好きなんですよ。仲良くなれるようね。仲良くなれるんですよ。で、ユニホーム着てるんですよ。そうだよね。やっぱサッカーってアフリカ行ってもすごいなと思って。俺カメルーンで、はい、市場で、うん 日本代表のユニホーム着てるやつが、ふわって歩いた時にやっぱ嬉しくなったもんね。<笑><笑><ー>こんなとこに日本代表に来てんだみたいなさ、<ー>感じで思えたし。うん、でもやっぱそういうとこでも、やっぱ日本人見ると中田とかやっぱ言われます,ねますよね。<は>言ーず言いますンー、ね。ンダととか。すごいっしょね。<laughs> けどあのなんか、 サッカーの求心力はすごいね、うん、で、代表選手だったっていうと、うん、信頼されるんだよ、うん、それだけで俺はもういい人になって、うん、の話ちゃんと聞けるだろうっていう社会がやっぱあるのは、うん、サッカーの力はやっぱサッカーすごいですよね夢なんて大きくていい夢なんて青臭くていい無謀と言われたっていい高い壁に立ち向かう姿は 勇気をくれ共に青い夢を共に挑む共に実る水穂はサッカー日本代表と挑戦する全ての人を応援していますそのザンビア行かれた後にですね、うん、今度は JICA のオフィシャルサポーターという役職に就かれて社会貢献をしながら、まあ、サッカーの伝道師としての活動をうん、うん、続けていらっしゃる。 その根底に誰もがやっぱスポーツを得られる環境っていうのは権利としてあるんじゃないかなと思って、うん、まあそれが障害があるからないからじゃなくて貧困だからそうじゃなくてじゃなくてやっぱ誰もがやっぱスポーツに楽しめる社会っていうものは人間の義務かな権利かなと思ってるので、うん、だから途上国行ってもサッカーでこう自分の人生のチャンスをつかめる場を作るとかうん、うん、世界で夢見るようなことがサッカーを通してできるとかっていうことが、うん サッカーが一番やれることなんではないかなっていうことでやってますね。うん、あとは2002年日韓共催ワールドカップを日本で開催してやっぱ次のターゲットとして日本がどうやってワールドカップで優勝するかってことを考えたときに、はい、アジアがもっと FIFA ランキングで上位を占めない限りは、うん、日本がワールドカップで優勝することはないでしょうね。うん、で当時はまだまだ日本アジアのランキングって低かったじゃないですか。 日本だけ頑張ったってダメなんですよ。はい、アジアのレベルをどう上げていくかっていうことをしなければいけない。うんうん、そのためには環境を作ること、チャンスを与えること、うん、やっぱ指導者を派遣すること、うん、監督を派遣することっていうのは、日本はどんどんやんなきゃいけないっていうことが求められてる時代でもあって、うん、今もそうですよね。うん、まあそれをすることによってアジアのやっぱりレベルをどう上げていくかっていうことが、日本のリーダーシップとしては必要なことかなと思ってますけどね。<ー>うん、これ北沢さんは、引退してからこういう活動をしたいって思ってたのか、うん、もう、 現役中にはやっぱり引退した後とはこういうふうなことだ活動したいって思ったんですか練習からも考えてたのもありますよ<あ>けどいろんなものにこう見ていきながら、はい、教えてもらいながら感じていって、はい、やっぱ今日本がどういう方向に進むべきかっていう,う未来構想みたいなっぱ自分の中で考えるかなっていうのは子供の頃に俺がサッカーやってて、はいはい、大人になって J リーグが日本にできるなんてとか、うん、日本がワールドカップに行くなんてとかっていうのは。うん 考えられなかったじゃん。けど現実があるわけじゃない。ってことは、これ、俺らが10年後、20年後、30年後、こうなるなっていうことを考えて行動しない限りは、変わんねえだろうなっていうのがあるから、実際変わってきたことを自分がやってきたから、だったら自分もそう思ってやろうかなっていうふうに思って行動してるっていうのがあるかな。じゃあそう考えたらどうですか何年後かにやっぱりこう、日本がワールドカップで優勝なんかも全然ありえますもんね。あり得る。うん。だそのために、点であるかもしれないけど、 点でである活動がその線で結ばったがそそのの結ばたきかなと思っらいろんなことをやっていくっていうことはそれぞれの立場として俺っていうのもあるし牧野君っていうのもあるだろうしいろんな人たちがそういったことをしていくっていうことが大事かなと思ってますけどね。うんうん、北田さんが障害者のサッカーを語る際に「ごちゃ混ぜ」という言葉をよく使ってますけれどもその意図というのはどういうところにあるんでしょうかか一番りりやすすさですねそこになんかいろんな理屈だったりとか、うん 法律だったりととかいろんななものが関わってくると難しくなっててくくる難ししまう、うん、ただ一番なんか簡単にみんなが理解してパッと取り組めるのがスポーツかなう,とうんだから法律を変える前にスポーツの世界がそこの壁を取っ払っていくことによって変わってくる、うんうん、それによって少しずつ今度法律が変わってくるっていうことの順番でいいかなって。 いう中で、ごちゃ混ぜっていうのは誰もが理解できる言葉かな。これ大人から子供まで<ー>多分ごちゃ混ぜって言ったらなんとなく想像つくじゃないですか。うんうん、これは大事なキーワードかなというふうに思ってますけど今回のテーマがその D&I ですね。はい、ダイバースティー y and Inclusion。インクルージョン個々の違いを受け入れて認め合って生かしていくことっていうことなんですけども、うん、その日本の社会の中で D&I を実現するために必要なことっていうのは何だと思いますか まあ社会が変わるっていうことは大事だと思いますよ。けどそれはどうやってやっぱ知っていくのかっていうことで、やっぱ知っていくためのこう発信していく人たちがやっぱどんどんこう伝えていくってことは大事かな。うんで 特に東京のパラリンピックから当事者が積極的に出ていくじゃないですかメディアにしても何でしてもやっぱ出ていきながらやっぱりけどアスリート同じじゃないですか出てけば出てくうと自分にプレッシャーかかるんですよねだめ、ねうん、だった時があるから、うん、それでも臆することなく出てくことっていうのは彼らはやっぱ彼女たちは社会を変えたいんだなって、うん、やっぱ自分たちの時代じゃなくてその次につながるやっぱ時代をどう変えていけるかっていうことをしたいっていう思いがすごくそれにつながってるのかなと思いますけどね。うんうん このダイバーシティインクルージョンっていうのは、うん、結構こう世には今広まってる言葉なんですかそうですね。あのうん、スポーツの世界がとか企業がだったりとか、はい、地域がっていうこういったテーマを持って活動してるところはやっぱり増えてきてますよね。うん、まあそれが SDGs っていう言われ方もするしサステナブルっていう言葉になってるのかもしれないけども、うん、やっぱり共通してるかなって思うんですよね。うん、だっってて日本代表ってさ、はい 超個性の集まりじゃないですか個性あって当たり前じゃないですか。うん、で個性なければ多分チーム力上がらないでしょう。うん、だからそれが個性っていうものが当たり前だっていうことをやっぱり理解しなきゃいけないしそこに健常であるからとか障害であるからっていう個性の違いっていうのは間違ってる見方かなっていうふうに思いますけどもね。北澤さんはサッカーを通じてどんな社会を実現していきたいと思っているかというのを最後にぜひ伺いたいんですが。うんうん スポーツはねやっぱ世界一を狙うっていう競技性のものもあって、うんそ,うん、それがまたやってる人の目標達成もあるけど、うん、やっぱり喜んでもらう人たちがたくさんいるっていうこと、うん、それによって国がこう一つになれたりとか世界が一つになれたりだったりとか、うん、一方で問題解決にもつながったりとかするじゃないですか,すか、ね、今社会で起こってる問題はじゃあスポーツで解決していきましょうって、うん、パレススナとイスラエルで行って。 揉め合っている社会では揉め合ってるんだけど一緒にサッカーしたりとかするとすごい仲良かったりとかしたんですよ。うんうん、そう考えていくとやっぱスポーツってなんか許されるフィールドなんだなと思ったりとかするのでやっぱり今あるじゃあ子どもに向けた教育をどうやって考えていけるかスポーツを通して、うん、一方でじゃあ環境をスポーツをどうして考えていけるかとか、うん、そういったなんかただのスポーツじゃなくて何かスポーツが社会の問題解決につながれる。 利用されるものになっていくことがすごく大事かなってうん、うん、そうなっていくとスポーツの価値が上がっていきながら文化に繋がっていく、うんね、もちろんワールドカップで優勝することがそうなのかもしれないけど、うん、そのためにやっぱりいろんな取り組みを我々が必要とされることをやっぱしていかなければいけないっていうことが求められるかなって思いますけどもねサッカーで何ですか国の戦争を止められたっていうことも言いますからね、うんうん、それぐらいやっぱりこうスポーツを通してサッカーを通して 国がが動くってことにもつながりますよ、ね、まあ我々勝負の世界で生きてきたから、うん、勝った人の気持ち、うん、負けた人の気持ち、うん、大事なところで出れない人の気持ち、うん、そういうものも感じられるじゃないですか、うん、まあそういった理想的な精神のマインドをやっぱ持ってるっていうことはすごく大事なことかなって思う。 やることによって感じられる世界じゃないですかす、ねうん、だからすべての人にそういった体験をしてもらえるといいかなって思ったりとかしますけどいろんな方にね興味もらってもらってね感じ取ってもらいたいですよね、うん、はい、はい、さあということですねお時間となってしまいました北澤さん最後に日本サッカーを愛するファンサポーターにメッセージをお願いします、はい、難しいねこんなはい 可能性を感じてもらいたいですね。うん、やっぱり今、J リーグも30年以上経って、いろんなこう、社会で置かれてる役割や責任は変わってきてると思うので、うん、ただ我々だけでは無理じゃないですか。うん、みんながやっぱり協力してくれて、何かこう、また掴んでいくものに変わっていくと思うので、うん、一緒になって歩んでいただければなと思いますけどもね。はい。北園さん、4回にわたりですね、はい、貴重な話、ありがとうございました。ありがとうございました。 4回にわたり北澤さんにお話を伺いましたが川島さんいかがでしょういやあのー、私北澤さんもう30年ぐらい近いく知り合いなんですけども、はい、まあご本人の前だとい言いにくいのに言わなかったんですけど、はい、どうしてあんなかっこいい人があのいるんだろうなと <laughs> 本当にものすごいいろんな経験をされてるし<う>もちろん現役中も素晴らしいですけども現役だから引退後の活動、うん、サッカー界もそうですし。 社会貢献活動もそうでですすけども<う>素晴らしいですよねそれが全然こう自然にやっていて、うん、以前にブラインドサッカーの代表選手と北澤さんとをまとめて取材するような時があって、はい、そうするとその選手が立ち上がるとですね、はい、スッと腕を出すんですね。はい、でその選手がそれに捕まって歩いていくっていうその、はい、まあ導く役を北澤さんがやるんですけど、はい、すごい自然で。うん もう当たり前ののことのように本当当ににやってらっしゃるかっててるかこいいきじゃんっていなうたり前に自然にできるっていうのも素晴らしいですしなですな個人的にはやっぱりこう子供の時に見てたあのドーハの悲劇だったりとか、うんうん、日本代表での裏話みたいなのがやっぱり聞けたのがものすごく新鮮だったですし、はい、引退してこういう話を聞きましたけどもぜひ現役の代表選手とか現役の選手たちにも、うん まあ昔は昔なんですけど、伝えていく話も必要なんじゃないかなって思いました。そうですね。うん、すごくやっぱり考えて行動してるなっていうのを。そうですよね。自分のその、例えば、ベルディでの立ち位置、はいうん、代表チームでの自分のやらなきゃいけない仕事っていう、うん、そういうのから逆算して自分が行動を決めていくっていう、その辺のスマートさっていうか。うんうん うんやっぱりすごい人だなって思いましたね。や、そうなんす、ね、思いまなんかこう、若い時にも自分の人生設計とか俯瞰しながら、どうしなきゃいけないのか、うん、どうやったら支援出れるのか、うん、どうやったら活躍できるのかっていうところまでもちゃんと考えて、そうそうあれはなかなかできないんですよ。あとはやっぱりこう、チームに恵まれたというか、環境に育てられた。 っていうところもおっしゃってたので、すごくその読売クラブっていうチームはやっぱり特別なんだなって思いましたし、うん、あとはサッカーに恋してるなって思いました。あ本当そうですね。うん、そこは本当にサッカーっていうものの、持つ価値っていうのを、うん、いろんな意味でその興味という。 意味でも、そのプレーの面白さっていう意味でも、それからサッカーの影響力とかっていう点でも教えてくれたなと思いました。うんはいうん、ちょっとお時間あればね、もっといろんな話聞きたかったですよね。本当そうですね。盛り上がりましたよね。ねはい。さあ、ということでですね、皆さんからのご感想もぜひお寄せください。X でハッシュタグ、ピッチサイドをつけてですね、ポストしていただきたいなと思います。ピッチサイドはカタカナです。さて、次回のゲストですけども、サッカー元日本代表の中澤雄二さんにご出演いただきますので、ぜひこちらもお楽しみに。 ビッツサイド日本サッカー小竹の話サポーテッドバイミズホフィナンシャルグループは毎週火曜日にニューエピソードが配信されます読売新聞オンラインのほかアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックなど主要なリスニングサービスにてお聴きいただけますぜひフォローボタンからフォローをお願いしますリクエストやご質問はポッドキャスト概要欄にあるメッセージフォームからぜひ送ってくださいご感想は「X」で「ハッシュタグビッツサイド」をつけてポストしてください ピッツサイドはカタカナですご質問ご感想お待ちしておりますまた読売新聞「ポッドキャスト公式 X」では収録の様子を撮影した画像や番組情報をポストしていますポッドキャスト概要欄からフォローして是非チェックしてくださいここまでのお相手はサッカー元日本代表の牧野智章と読売新聞記者の川島健司でした 夢なんて大きくてていい夢なんて青臭くていい無謀と言われたっていい高い壁に立ち向かう姿は勇気をくれる共に青い夢を共に挑む共に実るみずほはサッカー日本代表と挑戦する全ての人を応援しています